皆さんこんにちは。不動産コンサルタントの藤原でございます。今日はですね、今まではもう相続の相続の財産、相続財産の配分方法ですとか配分割合というのをずっと何回かに分けてですね、ご説明してきましたけれども、それは民法という法律が、決めている、一応こういうふうに分けなさいというのを一つの指針として指標として、決めているということなんですけれども、じゃ その通り分けなくちゃいけないのか、いやそうじゃないんだというところについて、説明していきたいと思います。まず今日はですね、相続をしてもらう側、つまりはこういう家族構成でいうと、亡くなる予定の方ということになりますかね。非相続人といいますね。亡くなる予定の方、例えばじゃあお父さんであるとすれば、お父さんが非相続人だと、亡くなる予定の方だとした場合のお父さんの切り札についてお話をします。切り札というのはお父さんの一存で、相続人を指定できるという切り札ということになりますね。お父さんの考えた通りに、財産を分けてもらうと、これを、遺言と言いますね。遺言状ですとか遺言とかいうのは一般用語でも普及しておりますし、テレビドラマですとか映画の題材にもなりますから、皆さん聞いたことはないという方はほぼいないと思うんですけれども、この遺言手続きというのはですね、今までずっとお話をしてきました、そのどういうふうにその財産を配分していくんだとか、どういう割合で配分していくんだとかっていうそのルールを一切無視してですね、特定の人に財産を一方的にあげるという指示をすることができることを遺言と言います。例えばこういう家族構成の場合にですね、法定相続でいけばどうだったでしょうか。この家族構成の法定相続のそれぞれの配分方法と配分割合、答えられますか。パッと出てくればですね、だいぶ知識が増している証拠だと思います。こういうケースの場合でお父様が亡くなった場合、配分方法は、法定相続でいけばお母さんが2分の1で、子供グループ全員で2分の1ということになりますので、2分の1、6分の1、6分の1、6分の1、これが法定相続ですね。ただお父様の切り札、死んでいく予定の人の切り札、遺言を使いますと、この比率ですとか、配分指定を変えることができます。で、ちなみにじゃあお父さんがですね、自分の全財産をじゃあ妻に残したいということであれば、全ての財産をお母さんにのみ、配偶者にのみ、渡すという遺言状を作ればですね、これで、子供のその、子供に、本来、6分の1ずつ行くべき、権利を無視してですね、お母さんに全部渡すということも遺言手続きの中ではできていくということになります。これが遺言ということになるんですね。で、別に配偶者じゃなくてもですね、お子さんに対しても渡すことができます。例えば、長男、次男、三男とするならば、全財産を次男に譲るという遺言状を作ることもできますし、長男一人にあげるという遺言状を作ることもできますし、妻には、こういうケースはないかもしれないですけど、配偶者にはあげずに子供だけにあげるという遺言状を作ることもできるかもしれません。で、あとは子供の3人いるうち2人とか、あとはそれぞれ その持ち分というか配分を決めて、指定することもできる。これが遺言という手続きになりますね。これは法定相続をある意味無視して、本人の自由な裁量によって、その手続きをしていくと、指示をしていくということになりますので、基本的にはその本人の考えという方が優先されますから、何も取り決めがない場合は法定相続というのが出てきますけれども、特段の取り決め、というのの具体的な一つとしては、その遺言という手続きを取っていればですね、特定の人に、特定の財産を特定の部分だけあげるということができるということですね。
で、遺言に関してはまた別途お話をいたしますが、実際にそれをやりたいということになるとですね、いくつかある遺言の手続きの中から、公正証書遺言というのが、一番、間違いがない手続きかなというふうに思います。でこのやり方とかについてはまた別途、別の機会でですね、解説していきますけれども、今日はですね、その相続財産の配分方法で、非相続人側がコントロールできる手続きで遺言手続きというのを、スポットを当てて、お話しさせていただきました。また次回もお楽しみにしてください。よろしくお願いします。